こんばんは、H.O.V. 裕次郎です。ロジックプロ10 vs キューベース、キューベースという DAW ですね、デジタルオーディオワークステーション。私は長らくロジックプロを使っていたんですけれども、この度キューベースの11が出たのは2ヶ月そのぐらい前ですかね。11になったという。で、それに伴って11の体験版、30日間無料体験版というのがダウンロードできるというのは前々から知っていて、で、まあ、ちょっとバタバタあったんですけど、つい、だから一昨日かな、ダウンロードして初めてキューベースというものを使ってみました。買いますね。ただキューベースは本当に初めて使ったのと、だから中身、その考え方っていうか、バージョンもいろいろあるじゃないですか。割とシンプル版とか、そのアーティストが使うようなアーティストバージョンっていうんですかね、あとプロバージョン、いろいろあって、どれを買うか今悩んでるっていうか、機能表とか見て何が違うんだろうとか見てても、その機能表でこれがプロはできます、それ以外はできませんとか、丸とかバツで表されているんですけど、まずまずそこで書いてある用語がよくわからないっていうね。で、その用語な、これどういう意味だろうと思って調べるじゃないですか。で、説明を読んで、で、だから何って、だからピンとこないんですよね、全然ね。どうしてもそのロジックプロでものを考えてしまうので、そのロジックを使っていたのが長いですから。なので、そのキューベースでこういろいろ違いとかあっても、具体的にどれが一番自分にとっていいのか、必要なのか、それがまだピンとこないんですが、まあ最低でもアーティストかプロ版を買うでしょう。でですね、今回、キューベース VS ロジックプロというふうに言ってますけれども、単純にその比較としてですね、あくまで操作とか、その編集機能がどうであるとか、それぞれのアプリによって便利な機能があったりとかなかったりとか、そういった面での操作方法的なものとか機能的なものについては一切私は比較ができないんですよ。ロジックに関してはもう7の頃からずっと使っているので、そのショートカットとかも自分なりのカスタマイズをしてるんで、もう本当に何も考えずにパッパ使えるようにはなってきてる。なので、キューベースを初めて使った時にわけがわからないんですけれど、ロジックでこういうことをするにはキューベースではどうすればいいのかなって、どうしてもロジックプロを中心にして考えてしまう。なので、私にとってまだロジックプロありきなので、どうしてもその機能とかね、使いやすさとか、そういったものでフェアな判断はできないわけですよ。どうしてもロジックプロが自分の軸にまだあるので、なので、そういうソフトとしての使い方っていうのは一切私今回は言えないですけど、音がね全然違うなーっていうのにすごいびっくりしたので、今回この動画を今作ってるんですね。キューベースとロジックプロ、まあそれぞれ出音、まあ出てくる音は多少は違うだろうとは思っていましたけれど、ここまで違うのかっていうのは本当にびっくりしましたね。同じコン、そのロジックプロで例えば内蔵音源で入ってるものがあって、あとキューベースはハリオンっていうんだかな、そういう内蔵音源みたいなのがあって、ね、その違いで、例えば同じピアノっていう名前でも音が違うとか、そういう意味ではなくてですね、サードパーティーのもの、例えばまあコンタクトで、サンプルタンクで、あと私が持ってるので言えば、オーディオモデリングのバイオリン系、ストリングス系とかブラス系とか、あとはスペクトラソニックスの、あの辺のサードパーティーの音を鳴らしてみて、
で実際オーディオに書き出してみたり、こう比較をしたんですけど、それもねまだ細かく波形でスペクトラム分析とかこう周波数の解析とか細かくした話ではなくて、あくまで私の聴感上本当に聞いた耳での印象での話なので、あくまで個人的な一意見にしか過ぎないんですけれども、私にとってはまるで音が違うというふうに聞こえるんですよね。ただこの辺もそのオーディオっていうのはね、もうオカルトの世界に近くって、例えば私だったら昔 iPod っていうものが初めて世に出てきた時に一番最初のやつ買ったんですよ。ですごい便利そうだなと思ってもうすぐ買ったんですけれども、機能としてはすごい便利だけど AIFF っていうフォーマットの音の悪さに本当に頭抱えてたんですよね。で今こう代表的なものっていうのは Mac の人は AIFF、 あとはまあ、Mac でも使いますけど、その CD の標準フォーマットとして WAVE、 今 WAVE って言い方する人の方が多いみたいですけど、まあ WAVE、 WAV か AIFF、 まあどちらもその非圧縮で一番ポピュラーなフォーマットですけれども、理論上その WAV と AIFF っていうのは同じというふうに言われるんですけれど、昔の AIFF は本当に音悪かったですよね。でね、これもなんて言うんだろう、具体的に数値とか波形でほらこことここがこう違うじゃないか、だから音が悪いんだっていう風には言えないんですよね。あくまで理論上の数値で言うとほぼほぼ一緒なんですよ。だけど聞いた感じが全然違う。特に AIFF の場合は音がこうちょっと詰まる感じに私には聞こえるんですよね。でこう音が少しくすんだ感じに聞こえてしまう。でそれはね機能性なだのかもしれないけど、私と同じように思った人もすごく多くって、で iPod もう本当に昔のやつですけど、 iPod の音を良くするために何が必要だとか、何をこう変えるとちょっと音質が変わったとか、まあオーディオの世界っていうのは知識自慢のオタクもいれば、そういうオカルトの思い込みなのか気のせいなのかわからないですけど、なんだろう、こう例えばね、お化けとか幽霊とか神様とかそういうのも本当にいるのかいないのかっていう話じゃなくって、いると思う人はいるし、そのもうじゃあ要するに思い込みじゃん、気のせいじゃんっていう話なのか、いやそれだけではないでしょうっていうか、そのなんかそういうせめぎ合いの部分ってあるでしょ。でその音っていうのも本当にはっきりとこうだっていう証明ができない部分で、でもやっぱり違って聞こえるとか、こっちの音は気持ちがいいけどこっちの音はなんかやっぱくすんでて気持ちが悪いとか、そういう感覚っていうものがあったりはするんですけど、で同じ私のコンピューターの中で例えば AIFF で書き出す時と WAV で書き出す時っていうのはやっぱり今でも微妙な音、まあ今はほとんど差はないかな。まあただもう16ビットとか24ビットとかね、周波数が 44.1 なのか48なのか96なのか、これはもうあからさまに音が違いますけど、でね、本題に戻すと、キューベースの方が私にとっては音がいいと感じましたね。もともとロジックプロは随分昔から使ってたし、も慣れ親しんでいる、ほんでもうその操作をするときに作業か、もう本当に何も考えずにあれをするんだったらこうこう、これをしてこうしてこうして、もう頭の中にすぐ手順が浮かぶし、もう指でショートカットが覚えてますから、もうババババッと作業できるから、すごい私にとっては馴染みがあって便利なんですけど、なんかロジックプロの音って悪いんじゃないかなっていう気がずっとあったはあったんですよね。ただ
新しく DAO ソフトを乗り換えるって結構勇気のいることで、まあすでにね、もういろんなこう3刀流4刀流ぐらいに使い分けてる人もいたりはしますけど、大体そういうのはコレクターさんか、あとは仕事の上でそのデータのやり取りとか、よく使うスタジオさんとのその関係とかで、こう使い勝手のいいフォーマットとか、この形式にしてもらわないと困るってそのクライアントさんに言われちゃうとかっていうようなことがあって、あれも持ってるこれも持ってるみたいに増えていったりとかするんですけど、私の場合はこれまでロジックプロ一本やりで特に困ることはなかったので、だから新しい DAO ソフトをまたねゼロから覚えるっていうのもすごい大変だなっていうのと、でもやっぱロジックプロってなんか音質的に満足できないなっていうのもあって、それが今回キューベースが11が出るっていうことと30日間の無料体験ができるっていうことで、まあ、やってみたんですよ。でまあキューベースの音がいいのか悪いのかもわからなかったわけですけど、今回初めて触ったわけですから、想像を超えた以上に私にとってはまあ好みって言っていいかな。具体的にどこがどうでその音の粒子がどうとか波形がどうとかって形で証明はできないんですけど、だからあくまで私の好みという意味ではキューベースの方がいい、私には今そっちの方が欲しい音だったなというふうに思います。なのでこの音がいいとか悪いとかって言って、その単純なコンペア比較っていうのも使ってるコンピューターであるとか、それからヘッドフォンからオーディオインターフェース、あとやる音楽ジャンルとか目的とかね、もうそういうので全然違ってきちゃうんで、キューベースとロジックプロを比較してキューベースの勝ちみたいな、その単純に言える話ではないっていうのはもちろん分かった上で、あくまで私の使ってる機材とか、私がねボイストレーナーということでやっぱり歌が中心だっていうこと、だからそうロジックプロで作ったカラオケよりキューベースで、まあ、まだね本当に慣れてないからこう本当に簡単なこと作業しかできないんですけど、キューベースで書き出したそのオケで歌ったものと比べると、キューベースで作ったオケの方が歌いやすいんですよね。ロジックプロだとどうしてもね、前々から中低域がなんかね当たる感じがした。ただそれはね、じゃあ単純にそのロジックプロの方が音が悪いのかっていう話じゃないんですね。ロジックの音の方がやっぱ元気は感じる、すごいこうガツンってくる感じはあるんですよね。一方でそのガツンってきてしまうから、広がり感がキューベースに比べるとない、少ない。でキューベースの音を聞いてみて、すごい分離がいい、すっきりしてるっていうふうに私は聞こえたんですよ。だから自分の歌も乗せやすいというふうに感じた。ただそれはやっぱり男性と女性とでもその平均のその帯域っていうものは違いますから、あくまで私の男性のボーカルとして感じたことなので、ボーカリストだったらキューベースの方がいいですよなんていうことも言えないですよね。本当にこういうのって個人的なものなので、使っているマイクとか、音のその環境によっても全然音が違ってきてしまうものですからね。まあまあ今回はですね、雑談として私が生まれて初めて、キューベースというものをこうダウンロードして使ってみて、まあスタジオとかね、あの知り合いのところでキューベースが入って、それでこう多少そのいじったりとかってのはありましたけど、今回自分でがっつり使ってみたっていうのは初めてなので、ね、そのロジックプロとキューベースって同じコンピューター上で鳴らしていても、ここまで音って違うものだなっていうことに驚いたっていうことと、ボーカル、まああくまで男性ボーカルっていうことにしといてください。ボーカルで言えばキューベースの方が歌いやすいと感じたという、まあ報告みたいなものでしたね。
まあね、途中でも言いましたけれども、キューベースはそれぞれこうグレード分けされていて、安いものだと1万円ちょっとぐらいのバージョンっていうのは確かあったようなふうに思いましたが、まあ私が買うのは、アーティスト版かプロ版、でまあやっぱプロ版買っちゃうのかな。さあ、それだとね、6万ちょっとぐらいみたいですね、税込みで。まあ音楽制作は本当金かかりますよね。ついこの間、ジャミーギターって言って、輸入物のギター買いましたけど、本当に毎月毎月なんだかんだで、その音楽制作用にお金が出ていく。まあ DTM、金、なかなかの金食い虫ですよね。ただやっぱりそれであっても、いい音を聞きたいし作りたいというのはあるので、いつまでこの出費が続くのかな、一生なのかなと思うと、ちょっと気が遠くなるっていうか、めまいがしますけれども、まあまあね、そういう世界ですよね。はい。はい、じゃあ今回の動画はそろそろこの辺で終わらせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。 H.O.B. 裕次郎でした。